いての方法論が生む反論の可能性は多々ある。神様に対して批判し、その返答をそのまま敵対する連中に向けるという方法論。0プラスマイナス0、波素の構造を変えることは不可能だから。無理だ。反論され変更。敵は一歩一歩絶対論を批判。それをまた、神様に、と。なんだかその場で因縁と、不満が蓄積されて、言論とかして。その権能は、最後はどこへ向かうのだろう？この方法論はやがては、ついえるときは、今日だ。それは、軽犯罪になるのだろうか？だとすると、これ、も、その重過失として累積していくものに。要するに、他人のプライバシーに踏み込まなければよい、のだ。そこ、に今まで何かの絶対性、そういう、好ましくないパワーがあっただけで。普通、は、わかるだろう。自分がされて嫌なことは相手にも損害になる。